はい、カバージェブクロカッパ園長です。さて、いや、実はね、どのニュースをお送りしようか迷ったんですよ。今日はもう真っ先にあのね、紀州のドンファンにしようか、小室圭さんの続きにしようか、どうしようか迷ったんですよ。まあ、とりあえずね、小室圭さんから見ていきましょうかね。で、まあ、なんかこの、ほら、解決金のお話がありましたよね。うん。で、それに対して、あの、お母さんのね、小室圭さんのお母さんの元婚約者の方が、まあなんか返答というか、まあリアクションというか返事をしてきたんですよね。うん。秋篠宮家の長女、眞子様と婚約が内定している小室圭さんが、母親とその元婚約者の金銭トラブルで解決金を渡す意向を示したことについて、元婚約者の方がね、27日代理人を通じてコメントを出して、母親と話し合い、最終判断したい意向を示したと。つまり小室圭さんとは会って話すことは別に何もない。ね、小室圭さんのお母さん小室佳代さんと、まあそらそうですよね。だって小室佳代さんの元婚約者ですからね。うん。まあ要は小室さんは交渉のね、席からまあ外す意向をね、うん、まあ示唆したみたいな、表明した。そういうことですよね。うん。これ小室圭さん的にはは?って感じなのかもしれないですけども。で、まあ、元婚約者は、まず、私と小室佳代さんとの間の金銭問題が未だに世間を騒がせていることに関し、誠に申し訳なく感じております。として、すでにお金を請求しないと伝えていましたし、金銭問題は終わったことだと考えておりましたので、一連の出来事に関しては大変困惑しました。と説明。で、解決金については、今後代理人を通じて解決金についての交渉ができればと考えています。としたが、交渉の相手については、小室圭さんではなく、小室佳代さんだと思っています。としたが、まあ、私と佳代さんの、金銭問題と、圭さんの結婚は別問題だと考えていると。まあ、強調したそうですね。で、その上で可能な限り早く佳代さんにお話を伺い、最終的な判断をしようと考えています。ということらしいんですよね。だからまあ、小室圭さんは、今月8日に約400万円の金銭的支援について説明。切実に名誉の問題。借金と捉えかねないため、解決金を提案していない。話し合いは頓挫などとしたが、4日後の12日には代理人の弁護士が、小室さん側が解決金を渡す意向があると明かしていた。まあ、それに対する、まあ、返事、反応ですよね。まずなんか、ご迷惑、世間を騒がせていることに関して、誠に申し訳なく感じていますと。まあ、謝罪の意をね。うん。まあ、そういう意思表示じゃないですか。うん。この辺がもう小室圭さんとは明らかに大きく違いますよね。うん。さて、そんなね、小室圭さんには厳しい声が集まっているんですけど、まあ、やっぱり例えば今言ったように、この、なんて言うんですかね、配慮というか、思いやりというか、なんか自分の話ばっかですよね。うん、で、やっぱりこのね、元婚約者の方と大きく違うわけじゃないですか。うん、まず世間を騒がせてしまって申し訳ありません。うん、随分出だしからも全然違いますよね。真逆ですよね。うん、まあ当然小室圭さんには厳しい声が集まっちゃうんですけども。まあ解決金のね、交渉を表明した元婚約者さんと、まあ差がね、うん、もう際立つ差っていう話ですよね。小室圭さんの母、佳代さんの元婚約者が27日、解決金の支払い、交渉に応じることを代理人を通じて発表しましたよと。で、まあ、今後代理人を通じて解決金についての交渉ができればと考えていますが、交渉相手は小室圭さんではなく小室佳代さんだと思っているっていうことでしたよね。で、当初小室家に提供した400万の返済は請求せず、解決金も受け取らないと表明していた元婚約者が、私と小室佳代さんとの間の金銭問題が未だに世間を騒がせていることに関して誠に申し訳なく感じておりますとコメント。金銭問題は終わったことだと考えておりましたので、一連の出来事に関しては大変困惑しましたと心情も明かした。で、元婚約者は、今回の金銭トラブルはあくまでも佳代さんとの問題で、眞子様と小室さんとの結婚とは別問題だとコメントしている。で、自分とのトラブルが結婚に水を差すことは本意ではないということだと思われる。これによって際立ったのが小室さんの文書との対応の違い。で、小室さんの文書は婚約者の発言を録音していることを匂わせ、あくまでも自分の正当性を主張していたが、元婚約者の対応はそんな小室さんだけでなく、佳代さんへの配慮まで感じられるものだったと。まあ確かにね。
まあ、皇室ジャーナリストの方が言ってるんですけども、トラブル解決でも立ち込める暗雲。現在、佳代さんは体調が悪く、なんか入院中ってことらしいんですよね。長期間入院中と伺っていると。ご体調については私も心配してますが、可能な限り早く佳代さんにお話を伺い、最終的な判断をしようと考えていますと。解決金は、そもそもお金云々については考えていないということだったから、解決金は特になんかそういう話はあったけど、断るっていうそういうつもりなのかな。お金を受け取るつもりではないらしいみたいなことがありましたよね。で、現在、勤務先の洋菓子店を休んでいるという佳代さん。ここで交渉がまとまれば、一気に結婚への道が開かれると思われるが、そう簡単にはいかないだろうと。金銭問題だけでなく、小室さんの対応に欠けているのが相手への配慮や思いやりです。そんな小室さんが皇族の結婚相手にふさわしくないという思いを多くの日本国民が持っており、こうした小室さんへの疑念が払拭されなければ、以前から天皇陛下や秋篠宮様が示されている多くの人が納得し喜んでくれる状況にはならないでしょうと。すでにその状態は諦めているとも言われているお二人ですが諦めちゃうんだ。もちろん、眞子様が結婚前に皇籍を離脱されることは避けたいという思いもお持ちでしょう。まあ、さっきのね、皇室ジャーナリストの方がね、言ってるんですよね。解決金の交渉がまとまったところで、小室さん親子が自力で返済できるのかは定かではない。対応を受ける可能性が高いと思われるが、果たしてどうなるのか。ネット上では今回の元婚約者の対応に好意的な声が見受けられることに対して、お二人の結婚に否定的な声は未だに多い。今一度小室さんの対応が試されそうだっていうことらしいんですけどね、試すも何もないような気がしますけどね、今更ね。まあ書いてあった通り明らかに違いますよね。だから小室圭さんには配慮とか思いやりがないって言われても仕方がないんじゃないですか、これじゃあね。お金で解決できるって考えているし、非は自分ではなく相手にあると考えていますよね。だからそれに対して元婚約者のこの方はね、ことを荒立てることをそもそもやめようとしてますよね。未だに世間を騒がせてしまっていて、本当に驚いているし申し訳ない。そこからスタートでしたからね、こっからもう大きく違ったわけじゃないですか。それはそれをね、見聞きしている我々一般の人たちは、まあやっぱり受け取り方も違っちゃうのはしょうがないですよね。まあだから結局そのね、人としてのこの配慮とか思いやりとか、当然ね、皇族の方はさらにこのね、なんか一段というかね、別次元のそういったね、この気配りっていうとちょっと軽いんですけども、いや、国民に寄り添うっていうそういう姿勢がね、求められてきたし、実際にね、そういう方々ばかりでしたよね。天皇陛下がやはりもうそう言って、その通りの行動をね、示してこられた方々ばっかりだったじゃないですか。ちょっとやっぱ難しいですよね。まあ最初から感じてたことだと思いますけども、そもそもがこのね、お金をこうね、やれ借りたの、ね、贈与だの、ね、受け取ったね、張本人はお母さんじゃないですか。まあ具合悪くて入院してるみたいなこと書いてありましたけども、そもそもこのお母さんが一切ね、何のコメントも発表しないし出てこない。これがやっぱりよくわかんないところのね、大きな一つの、なんていうのかな、原因だと思いますよね。だって直接だってね、だって元婚約者の人なんでしょ、相手は。ね、お母さん直接話したらよかったじゃないですか。まあ今更言ってもしょうがないですけども。で、代理人弁護士のね、今まだ動かない方がいいとかってなんかアドバイスしたんでしたっけ？これもちょっとなんかどうかと思いますよね。で、なんかよくわかんないうちに体調不良で入院なんですか？誰も信じないんじゃないですかね、そんな逃げ口上。ね、なんか昭和の政治家みたいですよね。やっぱり張本人、当事者でしょ、ね、お母さんと、ね、実際その元婚約者の方、ね、だそれぞれの代理人立てて弁護士同士でっていうんだったらまだわかるんですけどもね。なんかね、そもそもがやっぱりこのね、当事者がね、何の発言もなしに、なんか責任を取る気がさらさらない、
そんな風にやっぱり受け取られますよね、これじゃあね。うん。あとはそのなんだろう、我々一般の日本国国民のね、まあ世論ですか。うん。まあ小室家、ね、小室圭さん、お母さんに対してもね、厳しいのは、ね、そもそもこの小室圭さんね、自立した社会人じゃないからですよね。うん、だって仕事してないですし、ね、弁護士資格なんか挑戦する段階で、ね、結婚をしたいですって。一般家庭でもだってね、何回もいろんなところでいろんな人言ってますけども、いや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 、まだ早いって。ね、一社会人として自立してからね、本気だったらもう一回言ってきなさいみたいな、そういう扱いになるのが普通なんじゃないんですか。うん。まず社会人としてのね、土台をやっぱり自分の足でしっかり立って歩んで築いてこないと。ね。うん。だって相手のね、お父さんお母さんだって、本当に自分のうちの娘をね、この男に任して大丈夫なのかっていうところで絶対見るでしょ。うん。まあなんかこの騒がれてるこの金銭トラブルとか年金不正受給なんかの疑いはね、そもそもがお母さんの方の案件ですからね。うん。まあ最終的にこっちはこっちでお母さんがそもそもね、会見開くなりなんなりして説明しない限りは片付かないと思いますけどもね。うん。そもそもこの解決金うんぬんね、受け取る受け取らないは別にしてね。うん。他にさって説明を必要とする事案がね、多すぎますよね。うん。どうもこのね、どれもこれもがね、何もかんもが不可解な内容ばっかりじゃないですか。うん。どう考えてもね、日本国国民のね、多くの人のなんかこうね、認めてもらうとかね、お祝いしてもらうなんていう方向にならなさそうですよね。うん。さて、どうなることでしょうか。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。